カーリング、決勝、速報、日本対イギリス、金メダルをかけた一戦、銀メダル、英国に艦隊も史上初、藤沢、吉田優は涙、北京五輪、カーリング女子、決勝、日本産体重英国、20日、国家水泳センター、世界ランク7位の日本は、 18年へ衣装五輪同メダルのロコソラーレが世界ランク8位の英国に3対10で敗北し、史上初の銀メダルを獲得した、第9エンド、日本がコンシードの寛解、試合終了の瞬間、には藤沢、吉田優の目からは涙がこぼれた、第1エンド、日本は不利な先行で英国に2点を許すと、厳しい流れが続いた、1対3で迎えた第5エンド、 相手に1点のスチールを許すと、有利なコーサムで迎えた第6エンドも1点に抑えられた、勝ち負の第7エンド、先行の日本は英国を1点に抑えに行ったが、スキップ富士山5月の最終等がミスショットになった、一挙4点を許し、終盤で2対8と大きく離された、運命の再戦だった、日本と英国派兵将五輪の差に決定戦で対決。 最後は英国スキップのムアフヘッドの最終投が失投となり、日本の銅メダル獲得が決まった、日本と英国の過去の対戦成績は3勝4敗。今大会の一時リーグでも4対10と歓待してた、4年の時を経て、今度は金メダルをかけて争った、日本にとっては無念の敗戦、それでも試合開始前には、朝だから声出走、と気合を入れ、試合中もこれまで通り笑顔で、 ソダネエ、ナイスー、とおなじみの声が響いた、日本に希望を、を届ける、快挙の銀メダルとなった。